疲れ。久しぶりだね、はい、本日何会社の近くで、本当会社から5キロ圏内かな、まあ、ちょっと近いで久々にお前の顔見てここがあったけど、めちゃくちゃ嫌な顔したやなうわいやね、ちょっとかわいそうだ、夕方に行こうと思ったの。また仕事中に行くとうざがられるな。いや結構大変なんだろ。何やっとんのこれ。店舗なんか知り合いのリフォーム会社さんかなんかなんだろ。でけえな、これ何2人2人きついやろ。社会に戻ったんだ。うん、いつから入っとん。先週っすね。これ風強いで大丈夫か、足場シート切っといた方がいいんちゃうか。いやこれ長いもんね、危ないぞこれさ。視聴者の人もちょっと言ったのか、いや結局こういう長手のやつは危ないんだよな。まあ一応何食っとんの。あの壁当てだけだろ。あのキャッチとかで飛び取りはまだいいけど、飛び出ないもんな、こういうのは。シートだけ上だけでも取っとかんと。これ何、駐車場も使ってない。駐車場も使ってない。あ、ほんと、はい、あ、ならまあいいやな、はい、ならもう倒れてもいいや。これ視聴者に怒られるやつだな、倒れてもいいや、社長が言うなっつって。いやこれ何をやるの、全部塗装全部真っ白にするの。白ですね。うん、拭き、いや手塗り。手塗りでもそんな言った。はい、儲かるな。じゃあ儲かった。それ好きなのはいくら、ここ、はい、ここいくらでやっとんの。はいや、そんなって言ってない。嘘でしょ、はい、これちょっと使えるな動画で。使えるな動画で。嘘でしょ。なんでこれ早いの、解いてこないから。2面、あ、2面か、はい、あ、そういうことな。あ、4面じゃないんだ、はい、それにしてもシャッター結構大変だろ。シャッターどうしたの。シャッターも全部手塗り。もう塗ったの、はい、綺麗になっとるの。それ何、ローラーでいったの。いけたの。あ、でも綺麗になっとるじゃん、はい、ローラーで何、あんま出てねえな。ちょ、こっち来てよ、声が広がんやん。なんかないの、面白いところ。なんか解説してよ、平原節を。お前好きやん、写真見せていいで、なんか出な解説してくるやん。ゲレンが結構あったもんね、その時だったら面白かったりとか。あ、そういうことか、サビサビだった。サビサビってボロボロ。そう、ちょっとやばかった。次から、うん、こうやって水薬局とか出ると足場めっちゃ揺れとるんだよ。やばいやばい、これ見っとって分かるかな。ほらすごい揺れとるやん。カメラ動かして突っ込めよお前。は、風がやばいな、はい、ちょっと外からちょっと見てみようか。うわー、こんな感じな。あ、まあ、まだこういうシートだでな、風抜けるでいいか。あれ上も塗るの。上も塗る。たらら上、はい、うわー、足場危ないなあれ。ちょっと心配するといいかもしれない。ヒラって何歳。今、うん、これ歳です。なんで痛くないの。いや、あんまり痛くないの。いや、別に大丈夫ですけど、結構見とる人おるもんで、うん、多少隠しとんの。そしたら隠しとんの。なんで、お前隠しとんの。友達とかに。友達とかだって嫁もおるし子供もおるだろう。そう、ね、それ誰に隠しても友達に。友達だから、まあ、知ってる子とか見てる子。そうそう、まあ、塗装屋とかだろ、うん、友達とか塗装屋のつながりとかのあれだろ、うん、はい、でそいつらに年いくつなのって言ったら、いやちょっとそれは言いませんって言うの。いやいや、大丈夫ですけど。うん、だってお前40超えてるだろ。それでも、はい、まあ、もう何年おんの。10年以上。だって一番初期からおるな、一番最初じゃないお前。だよな、ポコちゃんとお前だよな。だって本当に俺が仕事なくて南区でやっとる頃のチラシだけ作って二階堂上って言葉もないぐらいじゃない。まあ一応言葉だけできて南建設ですかね。あ、そうだな、あの塗装もあったら声かけるみたいな感じだったよな最初で。毎回ないもんね、まあよそ行ったり、ヒラちょっとお前やれのうちの仕事って決まったんだけど、はい、で今ちょっと暇。いや、今はちょっと忙しいみたいですよね。ほんと、一時期ちょっと暇、でも毎日仕事あった。このコロナの時ってやっぱ暇だったやん。売り上げも下がっとってん、はい、お前は古いもんね、仕事あるんか。なんあの職人さんが見た時にバカ野郎って言うかもしれんな。そうですね。ちょこちょこやっぱ暇と時は、うん、よそ手伝いに行ったりとか。ああ、なんとか切れずにはずっと。うん、稼げどんの、はい、ぶっちゃけ稼げどんの。まあ、
通のあれですそんなことないからなんか痛そうなんか痛そうだ、まあ、俺金の話はやめとくわ可愛くに任せるわでもあれその変なことはしんだろ変なことしないまあそんなまあ、どうしてもかかるで、これはとか職人やってたで、その辺わかるもんな。ただ職人やってたもんね、単価は厳しいやな。女性とかだとちょっとわからんもんね、楽なやつよ、単価パン。女性の職場でやっぱ取るもんで、ちゃんと均等のこれぐらいだろうな。女性だとまあわけわからん、ちょっとこれは簡単に見えて結構手間食うんだわとかが、な、ないでな。で金額で合わんで、でもお前ら少ない場合は文句言うけど、多い場合は文句言わんだろ。今よも黙ってるだろうバラ悪いやつだよやばいなって言ってすぐ出ましたちょっと甘いよこれ、はい、でこういうのって塗るだけじゃないでねこれちょっとあのこれ視聴者せっかく見てほしいですけどこれ養生を全部してなかったな、はい、じゃあ壁塗った後に塗り塗らなかったこれもうでも今回これ美味しいじゃん塗りも全部しろあそうで油性でバーッて走っとんだろで壁もまあ、トタンなもんで油性だろそうあなた同じ塗りでいけるだろそれでも養生していくの湿疹だろ飛ぶように一緒にもう全部塗っていくんだろまあその飛ばんようにあのダマみたいなのができんようにだけ気をつけて、はい、まあそれだったら早いわな、はい、この白のってこと全部ですね、はい、あこれ中途半端にオレンジにしてとかだと早い川君が言われたんかなお客さんにちょっと値段予算抑えたいでどういうふうにしたら抑えれるかなって言ってちょっともお客さんとの話して多分予算懐かしいハンバーグ使ってもいいですねってことで多分ああそういうことな、はい、なんでハイパーユメロック懐かしいハンバーグメロック使っとんだ最近使わんだろ2タイプで使ってるあ使ってるトイとかああいいんやな在庫とかこういうの使ったらやな提案して安くして抑えれるしなお客さんがいいよって言えばまあそうだよなお13分喋ったわヒラ、はい、久々に会って、はいまあ、飯は食えとるってことだ、はい、僕は偉いけど飯は食えとるとお前ひどいなお前いつもありがとうございますとかいいや助かってますお前顔がお前めちゃくちゃ良さそうまあだけど仕事入るのがいいことだよなそう、ね、厳しい時に要持ちこたえだなみんな営業も頑張ってみたしな、ね、本当に知識したよな持ちこたえましたね持ちこたえたよで今年やっぱりちょっといいあそう、ね、今年とか去年ぐらいから数字もやっぱで結果も出てきておるしやっぱコロナもちょっと収束し始めとるやん、はいね、ちょっと、まあ、目でできとるけどな、まあ、でも、まあ、島とかはやっぱシールも塗装も一人親方もみんな揃っとるいい職人が揃っとるやっぱ強えわ本当に思うよ俺だってやっぱダメなとこって職人がダメなとこから先に潰れていくじゃんやっぱ噂はなかなか広がらんけど悪いの塗装ってまた10年に1回じゃんやっぱうちはもうリピートが来るんだよ十何年前の人やった人が全部うち来るじゃんちゃんとそれが強いわそれがもうなかったらなかったらもうやばい、やばかったかそれが助かりだよな、うん、はい視聴者の皆さん、本日、まあ、久々に塗装職人十何年会社を支えてくれた、まあ、本当復活の最高さん、はい、またこれからもちょっと忙しくなってきたんでまた現場で会うことがあると思いますよろしくお願いしますせーのまたいでーどこ辺はお前もほら